月例賃金の一時的な水準引き上げ、全体的なベースアップに限られず、若年層や子育て世代への重点配分、重点的ベースアップ、賞与一時金の増額、各種手当の見直しなど、さまざまな方策を例示、勉強いたしております。このような多様な選択肢の中から、自社の実用に合った方法を見出していくことが重要だと結んでおります。多様性派ですね、力説したのはご指摘のとおりです。キーワードに人口減少ということもありましたので、ですね、やっぱり多様な対応が必要だということでですね、そういうような内容にしたつもりでございます。それからベアの件でございますけれども、3年ぐらい前、3年前はベアという言葉すらですね、出てこない状況でございました。それが去年、おととしとですね、ベアという言葉が出てきてですね、今年もですね、年収を、昨年に比べて年収をアップするという中で、ベアも選択肢の一つですと。でこの書きぶりはですね、基本的には去年と同じ書きぶり、去年もベアが選択肢の一つという書きぶりで、これはどういうことかというと、先ほど申し上げたとおり、3、4年前にベアということもなかったんですけども、状況等々を勘案してですね、ベアもですね、一つの賃金アップの方法として話せる段階に来たと。ですから、これはもう企業、各企業のですね、置かれた事情において、各企業と労働組合がですね、決めていく、でその中に選択肢があるように、また去年と同じように、ベアも当然入りますという内容でございますので、そういう面では昨年と、この部分はあまり変わってないというご理解でいいかと思います。中国発のですね、供給派だったんですかね、それにすごく悩むところもいらっしゃるのは事実でしょうけども、少なくとも2015年度全体ではですね、基本的には今のところ、ノータム側でいいところもあればいいと思いますけども、全体で言えばですね、割と好調で推移してきているということだと思います。ですから、去年までのように割とこう全体が同じ方向というか、割といいですねというふうに若干混ざるものにはなってますけども、面積的に見ればですね、決して去年を下回るような、去年というか2017年を下回る状況にはないんです。先ほど会長がおっしゃっている通り、社会的な要請もございますので、業績が拡大したところは、それに対応しようというのを先ほどおっしゃっているし、その可能性は私はあるというふうに思います。日本の今やっぱり大事な産業でですね、やっぱり自動車メーカーさんの一つの大きな、製造業の大きな産業ですけども、やっぱり今日本の自動車メーカーさんが堅調なのは、基本的にはやっぱりアメリカが頑張ってらっしゃると。それから実はヨーロッパもですね、自動車の販売台数が伸びています。ただ、ここに来てですね、やはり資源国というか、資源価格が、なってますので、中東だとか、ウクライナとか、そのあたりが若干ちょっとっていう風になってますけども、はいから言うと圧倒的にですね、やっぱり欧米、それからアジア、ここのはいがでかいんですよね。ですから、っていうような感じはしてるかと思いますけども、一方で北米の状況とかヨーロッパの状況を見ると、それなりにアジアもですね、何回言ってますけど、自動車販売は確実に増えてきてるというところもあったと思います。ですから、そこの見方をどうご覧になるかと。で、逆に足の買い物なんですけども、買い方が正直言ってその荷物の量とかですね、急にストップしてるので苦しい。それからエネルギー関係の会社もやっぱり正直言って苦しいでしょうね。ただ逆に、安くなったら、そういうエネルギー安くなったら助かる会社もあるわけですから、一概には直接影響するとは言いませんが、間接的に一部影響が出てくる会社はあり得ると思います。その会社のお金の立場で、各社違うと思います。大丈夫って思われるところと、うって思われるところ
うんと魔力が若干増えてることは間違いないでしょうね。そのうんと魔力がどれだけまあ全体に影響するかというのはちょっと私も想像しませんので、数字の検証はですね、いずれにせよ後でしなければならないと思います。ですから年収ベースで、先ほど申し上げたベアができるとはベアしてください。で、年収でもいいですよ、いろいろな方法でいいですよ、皆さん頑張りましょうねってことなんで、結果はやっぱり調べる必要がございますんで、毎年やってる調査は引き続きやってって多分公表できると思います。調査する会社がですね、結構多いんですけども、毎年同じ会社の結果が出るとは限ってないんで、数字が若干こういうふうに変動する、まあでも基本基調は変わらないと思いますけども、ただ入れ替えの調査は続けてですね、同じような数字は報告できるというふうに思っています。 3% はなきゃ賃上げしないというのではなくて、やっぱり GDP3% をですね目指して、でそのためにやっぱり賃上げっていうのはやっぱりモメンタムとか、やっぱり政治的なあれに大事ですねとっていう意味合いでございますので、これ会社にもちろんよると思いますが、まあ少なくともうちの会社はですね、負担感にはあまり感じていません。多分業績が好調なところはね、むしろ経済全体が底上げされている、要するに株価がやっぱり上がった、まあ、ちょっと今ここになってますけども、あとやっぱり円安に進んだとか、こういう部分がありますので、全体的な底上げがあるんで、もう3年前の状況に比べてですね、レアが上がったから、賃金が上がったから負担感とかに出たかというのはあまりないのじゃないかなと、すみません、ちょっと全体の皆さんのやつもありますけど、まあ、感じで申し上げればそういうのが今最大公約数に気にしますですけども、で去年もまあ 2. 点いくら上がってますけども、まあ、定所部分が 1.8 とか 1.9 だって、まあ、俗に言うベアの部分が 0.4 とかそういう感じだったと思うんですけども、これは全く分かりませんけど、一応全体の会社はですね、面積でいうと、利益の面積でいうと、去年度より今年度の方が今のところはいいわけですね。ただまあ、ちょっとややこしいので、ここにてちょっと急にっていう部分があるんですけども、ですから、まあ、先ほど会長もおっしゃってるのは、まだら模様ではあるんだろうけど、面積では、去年よりも今のところはいいんだから、当然それに沿った形で皆さん頑張ろうねっていうのがメッセージですから、まあ、期待も込めてるんですけども、できたらね面積で去年よりはやっぱり少なくとも去年よりも総額人件費っていうんですか、要するに同じ年齢構成で人員構成だとした会社はですね、去年の総額人件費よりも今年はそれ増やす総額人件費を払いましょうねと。もちろんこれ業績がいい会社ってことですけども、それのみんな足し合わせた面積で言うとそうなってほしいなと。だと思います。ただやっぱり面積ですので、悪くなっている会社もあるし、もっと良くなっている会社もありますので、全体の総和でそういう結果がぜひ出てほしいなと私も思っています。